森一明は第二次世界大戦とその後の中国国境内戦において活動した中国国民党軍の軍人である。字は光亭。1924年候補軍艦学校に第一期の学生として入学。主管候補生クラスの最初の卒業生であり、同校の校長である小海石に信頼されることになる。1937年、少々に任じられ、 総工兵団長となった。同兵団は、上海防衛と南京防衛に参加した。1939年、第五軍が編成されるとその軍長となり、第一次調査会戦と混乱関の戦いで、活躍した。1939年には、雲南に進駐し、混迷警備総司令を務める。1942年、日本軍がビルマに進行すると、紹介席は、 英米軍と協力して、延焼ルートを確保するために遠征軍を派遣した。森一名は、その副司令官として3月中旬から6月上旬にかけてのビルマにおける戦闘に従事した。結局この戦闘で、中国軍は10万人の将兵の半数が、死傷するという悲惨な敗北を喫するが、森一名の紹介席に対する、盲目的な服従が影響したとみなされている。しかし、 森一明は、小解析の熱心な支持者であったため、その失敗を罰せられることはなかった。1945年2月、中条に昇進。第二次世界大戦終結後の1945年10月、森一明は、雲南省の地方軍閥の流雲を排除し、中国西南部における国民党の立場を強めることに貢献した。同月、国境内戦が激化する中で、 森一名は、東北九州保安司令部司令長官に任命され、中国東北部に派遣され、紙兵攻防戦を指揮した。その後も、野戦司令官として転戦し、国民党が東北から撤退すると、助手に転戦した。1948年12月、新華社によって、43人の国民党先藩の一人に指名された。1949年1月、 Y 海戦役の際に、河南省営城市陳官省で中国共産党軍の捕虜となった。43人の戦犯の中で唯一捕虜となった森一名は、九毒林戦犯管理所に送られ、思想改造を施された。1959年12月、恩赦を受けて釈放された。その後、中国人民政治協商会議の高い地位が与えられている。報道によれば、 森一名の義理の息子であるヨーブリアス氏が中国に帰国するよう森一名が説得することを中国政府が望んだためであるという。1981年5月7日、北京で病没、去年78で没死した。ありがとうございます。